ちょっと久しぶりに風邪ひいたらめちゃだるい。いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、完全に息子の風邪モーター。ちくしょうめ。今回の動画ですね、ちょっと爆裂チェインバトルがまだまだ開催されるということで、この動画ではフレンド用サポーター考案とバトルキャラクター考案やっていこうかなと思いますので、ぜひね最後までご視聴よろしくお願いいたします。というところでいきましょうか。ちょっと若干鼻詰まりなところは申し訳ないというところでいきましょうか。で今回ね、対戦相手、エネミーが、ナッパということで、僕精一杯揃えました。長剣も極剣も、で11月6日月曜日よりね、開催でございます。でナッパにはサイヤ人兵、悪逆非道、地球育ちの戦士、この3つのカテゴリーが有効でございまして、で並びにこのキャラクターたちが特効となってるんですけども、ご覧の通り8役とかさ、このベビーとかさ、もう無視しましょう。もう関係なくないっつって、無視しましょう。あれだよ、ベビーばっかり揃えれるっていう方はね、揃えてもいいんでしょうけども、ここのベビーとか8役とか、フェイクだと思いますから、で今回この中で注目していただきたいのは悟空とベジータなんですよ。なんかクリリンとか天津飯とかご飯とかおるんだけど、今回ね、悟空とご飯で、悟空とベジータで揃えたら、大丈夫なんじゃないかなと。あくまでも考案なんでね。また開催された時に、いろんな、X のポストとか、いろんな人の動画、見て、コロコロ変わるかもわかんないんだけど、現段階で考えてるのは、悟空とベジータ揃えるのがいいんじゃないかなって思ってます。はい。で、私なりにちょっとね、揃えました。まず、長剣コネクター。長剣フレンド用サポーター。はい、こちらです。サイヤ人編地球育ち戦士のカテゴリーを兼ね備えている悟空10体並べました。ありがとうございます。チュートリアル悟空の煙突 UR、素体 UR ですね。これ、皆さん、誰もが作れるかと思いますので、お時間ある方ぜひね、作ってください。それと、ドッカン武道伝の孫悟空の独感覚醒と素体 UR。これもね、作らさせていただいてます。で、これね、イベント専用玉で二陣することができますので、誰もが二陣することができますので、お時間ある方作ってください。で、通常貨車さんの孫悟空海王拳と独感覚醒前の孫悟空海王拳、ここいらね、独感覚醒前を持ってるって方少ないかと思うんですけども、ここいら海王拳悟空持ってる方、育成してない方、ぜひ育成してね、フレンド様の役に、立てるように、ぜひね、フレンドサポーター設定してはいいんじゃないかなって思ってます。で、天海地報酬のね、孫悟空海王拳と素体 UR。で、これね、私、無凸なんだけど、一応必殺技レベル12は下。このイベントドロップさんの孫悟空海王拳通るから、それでね、必殺技上げることができます。はい。ここいらも少ないかな、天海地報酬のね。天海地報酬はね、天海地武道会開催され、ないと、手に入ることができないんでね。あれだよ。持っている、サイヤ人兵。地球育ちの戦士、並びに孫悟空で、揃えたら大丈夫なんじゃないかなと思ってます。で、最後にこの伝説降臨系の孫悟空海洋系ですね。チェインバトル猛者の方はね、これのさ、ドッカン覚醒こと素体 UR を二次にして、設定してきとるおったわ。すげえな。私そこまでぶん回せない。俺これ1凸かと思ったら2凸だった。ありがとう。この10体さ、長剣。今考えてるのはね、役に立つのではなかろうかと思ってます。はい。すいません、偉そうに。申し訳ない。いつもすいません。役に立たずすいません。いつかね、特番さんのおかげで上位1番いけましたっていう、X のポスト。で、次ね、極剣。極剣。
レンドサポーターなんですけど、はい、こちらベジータ、オンリーベジータ、ただね、ごめんなさい、これのさ、これのあの幻突 UR とかあの素体 UR 持っとったらね、オンリーベジータに行けたんだけど、あ、これのそのドッカン覚醒前の、うん、このベジータも持ってたらオンリーベジータ行けたのにね、オンリーベジータできなかった。うん、で今回ちょっとあの本当によく出てくれたベジータ&ナッパ、うん、まあ、リンクマックスにして、まあ、無凸なんだけど、これと、で、極限 Z 覚醒が約束されているナッパスラッシュベジータを入れまして、あともうベジータですね。通常会社さんの極大ベジータ。で、伝説降臨系のベジータを、俺、これも無凸か。うん。で、ドッカン武道伝のベジータ。で、それのドッカン覚醒前のベジータドッカン武道伝。で、通常会社さんのベジータオザル。で、そのドッカン覚醒前のベジータオザル。これ通常会社さんキャラですね。で、超教習イベント手に入るベジータ。で、それのドッカン覚醒前の超教習イベントベジータ。まあ、ここいらがね、皆さん、誰でもが、作れるかと思いますんで、ぜひね、お時間ある方作っていただき、で、フレンド様の役に立ちましょうというところで、ごめんね。ちょっと極限オンリーベジータにしたかったんだけどね。まあ、ちょっとは役に立つかななんて思ってます。はい。で、バトルキャラクターコアなんだけど、やっぱりおそらくね、これと思ってるんだ。孫悟空海王系をバトルキャラクターにして、で、超系コネクターをチュートリアル悟空に設定し、で、極限コネクターを、これが変かな？いや、ベジータ王様かな？うん。ベジータ、極限コネクターベジータ王様したら、おそらく、上位 1% いけるかと思います。はい。なので超系コネクタ選ぶときはもう海洋圏悟空オンリーで、ベジータオンリーでね、フレンド様設定してたらですね、それをお借りして上位 1% 皆さん狙っていきましょうというところで、今日はね11月6日月曜日に開催されます爆裂チェインバトルのフレンド用サポーター考案とバトルキャラクター考案という動画でございました。少しでも参考になったよって方はですね、ぜひチャンネル登録で、高評価、必ず高評価お願いします。で、コメントも お待ちしておりますというところで、最後までご視聴ありがとうございました。私は今から薬飲んで仕事行ってきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。